はい今日の教えて渡辺さんはどうなる中国の電力不足とその原因ということについてお話をさせていただきたいと思います現在中国の電力不足が大きな問題になっていますそして中国全土で計画停電という 無秩序な停電が起きています。これが中国のバブル崩壊をさらに悪化させる。そして世界全体のグローバルサプライチェーンに強い影響を与えるのではないかという懸念が強まっております。また現在電力不足が起きているというのはこれから増える電力量が増える冬にかけて深刻な 停電が起きる予兆でもありこれがどうなるのかというのが大きな世界の注目ポイントにもなっているわけです世界のサプライチェーングローバルサプライチェーンですが ASEAN のロックダウンによりアジア全体からの物の輸入が減少しそしてここに来て中国の生産が不安定化するというダブルパンチに なっていますこれが日本企業の株価なども大きく影響しているわけです中国の電力不足その原因というのは習近平が進めた総空と両高というこの2つの規制そしてオーストラリア産石炭の輸入停止など外交的な問題この2つが重要なファクターになっています さらに夏場の水害等によって水力発電設備の一部が破壊されるなど電力不足の原因にもなっているとも言われています。中国の電力規制、総空というものですが、一つはエネルギー消費強度、そしてもう一つはエネルギー消費総量この二つによって習近平政権が 命令をする形で電力の使用量を減らすというものでありこれはそれぞれの省によって大きく異なりますまずエネルギー消費強度というのは単位 GDP あたりのエネルギー消費量を示しこれが悪いところは電力を減らせという命令がいくわけですまたエネルギー消費総量というのは全体的なエネルギーを どの程度使っているかということでありこれを一律どの程度減らせと習近平政権が小政府に命じたため小政府はそれに従い結果大停電が起きているという構図になっていますエネルギー消費強度エネルギー消費総量警告一級非常に厳しいというところはエネルギー消費強度で言えば 以下の通りですそしてエネルギー消費総量で言えば以下の通りになりますまたもう一つの規制である量高規制というのがありますこれは産業別のエネルギー消費量の規制で産業を分類しエネルギー消費量各産業別にエネルギー消費量の総量を決めるというものです これにおいてもいわゆる電力を大量に使う電解アルミニウムや製鉄などこのような企業に対して電力の使用を制限するように命じているわけです結果停電が起きるそして工場の生産停止が起きるという事態になってしまったわけです習近平政権はこれを解消するため 停止していた銀行からの石炭等への融資の再開そしてオーストラリア単の輸入再開などを検討しています一部港に置き止めされていたオーストラリア産石炭の輸入を再開しましたがこれは中国全土使用量のたったの1日分であり大きな影響はないとみられていますまた石炭に関しても オーストラリアから輸入を再開するにしろ国内の石炭炭鉱を再開するにしろ準備期間に最低数ヶ月はかかるものと思われておりこの冬の電力不足耐えられない省が多数出るのではないかという懸念が出ていますまた中国では EV 化やそしてデジタル決済電子決済などが一般的となっていますが 停電により EV や電子決済などが使えなくなることも想定されておりこれが経済にどのような混乱を与えるのか未だわからない状況になっています。渡辺哲也でございました